はいどうも、おとひろです。いやー、秋葉原にね、10年以上ちょっと通っていて、スーパードラゴンボールヒーローズね、オリパルだけで言っても、まあ7年以上はね、通っていて、まあいろんなショップさんのね、オリパだったり自販機ガチャっていうのやってきたんですけど、今回秋葉原のホビーステーションさんで購入したこちらの500円 UR オリパって、ちょっと異常事態なんですよね。何をそんなに大げさに異常事態かというと、ホビーステさんのね、オリパ絶対買わない方がいいとかね、そういう批判をする気は全くないんですけど、基本的にここのショップさんのオリパって、ちょっと高めで、でも当たりそんなに激アツではない、まあ普通みたいな感じで、なおかつ1000円で UR 確定じゃなかったりする時が多いんですよね。でまあそれはね、別にそういう方がね買えばいいと思うんで、別にそれはそれでいいんですけど、 UR が確定されてこんだけ安い500円のオリパっていうのは本当にね、初めてに近い、ゴッドミッション時代の頃とかにはちょっと見かけたことあるなぐらいには覚えてるんですけど、僕のね、すいません、完全に僕の記憶の問題なんですけど、記憶にある限り500円で UR 確定ってのはね、そんなになかったような気がするので、今回ね見かけた瞬間びっくりしました。500円だったら普通 SR3 枚入りとか SR5 枚入りという風に書いてあって、当たりのね画像が貼ってあるだけっていう感じなんですけど、今回 UR 確定という風に書いてあったので、ちょっとね状態とかいろいろ検証していきたいと思います。さあ、まあいつも通りね、この辺のスリーブにまあ当たりが出たら入れてと、1、2、3、4、5、6パック、3000円の6パック買ってきたので、まあこれでね UR 確定だったらかなり熱いかなと、個人的に超好みな、オリパになりますね。早速開封していきます。ちょっと触った感じが分厚いということで、1枚でもいいと思うんですよね、500円で UR 確定だったら。なのに、まあ、こんなに入ってるということで、いきますね。3、2、1、ズズズン、ズズズン、ズズズン。うわ、マジか、いきなりもう見えてるし、UR 確定だね。マジで、ちょっと待ってね、まさか UR2 枚とか入ってるような感じ、あ、ではないよね、さすがに。コモン、コモン、はい、コモンっていう感じで、コモン3枚、レア1枚の、という感じで、ちょっとね、こっからが大事なんですけど、状態、まあ、秋葉原のね、おたちゅうさんなんかが、むちゃくちゃ備品の状態で入ってるんですけど、あーもうパッと見た瞬間にここにね一つ白かけがあるという感じは分かったんですけど、全然パッと見ボロボロじゃないですね。いやーボロボロのね UR っていうのも覚悟してたんですけど、全然割れてないですね。あ、これめっちゃ好きですね。ちょっとリピートしたいような、オリパンになってますね。もうすでに旧新年のスリーブ入れると、まあ、めちゃくちゃカードの雰囲気変わるということで、まあ低レートなんですけど、 UM10 のバーダックゼロめちゃくちゃかっこいいですね。最近はねこの11周年に本当にハマってるんですけど、はい、こんな感じで、まあ、収まりますよね。いやーありがたいという感じで、1パック本当にね UR ちゃんと入っててボロボロでもない、本当に本当のビキズがちょっとあったという感じだったので、いやーありがたい、オリパンになります。こっちからだと見えちゃうので裏から行きましょうか。構成はねさっきと明らかに一緒ですね。クリリン、ギニューのレア、おっとレアの場所がちょっと変わりましたね。クリリン、もう1枚目が、はい、レアが今回は2枚入ってましたね。レア2枚にコモン2枚ということで、3、2、1、ズズズズズンと、ズズズズン、おー800の UM6 弾、本当に若干のポッチぐらいですかね、白ポッチぐらいがここに見える限りで、いや素晴らしい。800スリーブ11周年入れるとこんな感じ、ちょっとかぶっちゃうか、白スリーブとかに変えたいような感じですね。白スリーブも収まるし、この8周年もねちょっとロゴが大きいから800にかぶっちゃうかな、ギリね被っちゃってるんですけど、鎖の感じが結構合ってますね。いやーやばい、これもっと買っとけばよかったな。こういうオリパこそねむちゃくちゃ好みなんですよね。めっちゃ好きなのでもっと買っとけばよかった。ちょっとねまだまだ全然売ってる感じだったので、ちょっと仕事帰りにね8時間に合えば買いに行きたいなという感じですね。コモン、コモン、レアと、はい、コモンでした。いきます。3、2、1、ズー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 、絞ってし、これが俺の全てだ。お、ベージー BM5 段のベージータ来てくれた。これ、完備品っすね、見た感じ。はい、ごめんなさい、ちょっと目を目視で確認してるだけなんですけど、完備品来てくれたね。いや、素晴らしい、マジで。これ、旧資源のスリープとか入れると、まあ、劇的に変わる。見違いますよね。めちゃくちゃイラストかっこいいと思います。いやー、ありがとう。こういうオリパってね、ほんと、爆死しないというか、まあ、これでボロボロとかだとね、めちゃくちゃ買ってると爆死しちゃうんですけど、この状態、いやー、ホビステさん、素晴らしいと思います、今回のオリパは。これだったらねめちゃくちゃ買いたいっすね。次がコモンのラストトランクス GT でいきます。3、2、1、何が来るのか、ズズズズズン、全力のカメハメハいきます。3、2、1、ズン、あ、スパタジン4の悟空勢の SE
217段だね。白の感じ、それからね、もう被弾っぽいところがかっこいいんですけど、折り金ね、よく出ますね。状態、こちらもほぼほぼ備品ですね。めちゃめちゃいい。さあ、11周年のスリーブにインしていきましょう。という感じで、もう UR がちゃんと2000円でね、4枚来てくれる。いやー、ありがたい。2000円の一発折りパック買うよりも楽しめる感じですね、個人的には。さあ、これが5パック目になります。構成は全部一緒なのと、基本的に1枚入りとかはないですよね、絶対。サーチというか、まあ、バレちゃうので、おそらく当たりが出ても、こんな感じでね、5枚構成変わらずだと思うので、こちらもワンチャンあると思います。いきます。3、2、1、ちょっと。ちょっと恒例と UR 来てくれると嬉しいけど、歪んだ正義感、ザマス。ザマス一時期ね、レートちょっとブンと上がりましたよね。まあ、今また落ち着いちゃって、まあ、やっぱり低レート系に入っちゃうんですかね、ザマス。なんですけど、ゴッドミッションの、これね、10段なんですけど、ゴッドミッションだよね。まあ、結構珍しくなってきてますよね、完備品って。これ完備品じゃないでしょうか。皆さん傷あったらね、ちょっとコメント等でも、いや、傷あるよというふうに教えていただければと思うんですけど、ほぼほぼ完備品できてる。いや、嬉しい。ゴッドミッションのスリーブ入れていきましょう。嬉しいね。まあ、オリパでね、前にも当てたような気がするんですけど、ちょっと久々感はありますね。うわ、マジで超当たりきた。嬉しすぎる。今段のレアトランクス青年期無限回収してるんですよね。これかっこよすぎて。シークレットもいいでしょ、このかっこよさ。ありがとう。おっと、待ってね。これ当たりっぽいね。なんか UGM で2段続いてるから。次 UGM だと、ちょっと待って、これ当たりのような感じがします。UGM でちゃんと揃えてくれてる。ウルトラゴッドミッション1段、バーダック、人造人間16号、そして、ご飯、青年期ということで、最後になんか当たりっぽいの来てくれた感じがします。まあ、これね、予想外れてたらすいません。いきます。3、2、1、UGM 来てくれ、ちょっと待って、もうこの瞬間に。UGM じゃなかったね。すいません。しかも、傷ありだった。破壊神のお目付け役、ウイスさん。全然違った。すいません。ただ、UGM で揃えてただけだったね。すいません。最後は、ウイスさんでした。このウイスさんね、ちょっと傷ありもあるので、今回のパックなかったら一番ね、レート的には、まあ、負けだったかなという感じがします。その他ね、全部備品だったので、本当に今回、素晴らしい、リピートしたくなるようなね、ナンパでした。さあ、ということで、ちょっとラストに、ずずずずずずと入りきらないほどの、このね、大きい段ボールがね、到着してました。本当にね、ありがとうございます。むちゃくちゃ開封遅くなってしまって、本当にね、申し訳ない限りです。こちらね、ツイッター名のカリプさんという方からいただきました。で、本当にね、ちょっと開封遅くなっちゃったんですけども、プレゼントでですね、まだ開封できてないものもちょっとたくさんあるんですけども、順次到着次第ね、開封していきたいと思います。一番ね、自分がこう、ゆっくりできる時に開封したくて、本当に遅くなってしまってすみません。で、以前ね、カリプさんちょっと前動画でも前紹介したんですけど、未だにちょっと過保すぎて使えないんですけど、まあ、音ひろチャンネルというね、このスタンプをね、カリプ様がね、自ら作ってくださって、これ本当にもう過保中の過保、もう過保オブザ過保ということで使えないんですけども、まあ、大切にね、取っておいてます。まあ、ちょっといつかね、使いたいというふうに思ってます。もう今はね、ちょっと、鑑賞用だけでもね、めちゃくちゃ楽しめるっていう、本当にね、カリピさんありがとうございます。そして、今回、段ボール届いてるので、開封していきましょう。いや、何が入っているのか。もうね、何が入っていても過保なんですよね、結局。もう結局、心ですからね。結局、気持ちが嬉しいので、正直ね、もう何が入ってても嬉しいんですよね。なんですが、カリピさんという方は、ちょっとね、喜べるようなものが入ってないかもしれませんということでね、本当にご丁寧におっしゃっていただき、もうね、そういうところからもうめちゃくちゃ感動してますね。本当に、あれ、何ヒヤリしてて、ごめん、限定品。いやー、ちょっと僕、限定という言葉にはめちゃくちゃ弱いんですけど、ちょっとすごい丁寧に、めちゃくちゃ丁寧に梱包してくださってます。本当にありがとうございます。ちょっと行きますね。ゆっくり行きましょう。まずは、これ一つカバーという感じでしょうか。限定品。ちょっと待って、やばそう。なんだこれ。マジでやばい。めっちゃくちゃ丁寧に入れてくださってます。多分ね、開封をより楽しくさせてくださるように、こう、隠しながらやってくださってるっていう、ね、まずやばすぎるし、めちゃくちゃいろんなものが入ってる。やばい。あー、ちょっとこれ。すいません、ここね、ちょっとこれも綺麗に一つもちょっと取っておきたいので、すいません。ちょっとね、すいません、ゆっくりの開封になっちゃうと思うんですけども、ご了承いただければと思います。限定品、日焼けか、日やりなんてすいません。日焼けしてて、え、待って。え、ちょっと待って、M で M。うー、ちょっと待って、めちゃくちゃ好きなキャラなんですけど、これ、限定品なのしかも、ちょっと待って、これ知らないんですけど、やばい、いきなり、うーわ、いきなり、やばい。ちょっと待ってね、これ、ぬいぐるみ、かわいすぎる。ぬいぐるみですよね、これ。やばい。
え、ちょっと待って、マジでヤバくないですか。めっちゃくちゃ可愛いんだよ。めちゃくちゃ癒されますね、これ。超可愛い。ありがとうございます。飽きたくないと、サイズ感。マジンブーのビーズクッションなんだ。だからさっきから通りで触り心地がめちゃくちゃいいと思ってたんですよ。ビーズか。そしてね、なんといってもこの、上を向いている、まあ、横向きと言ってもいいんでしょうか。そのね、ポージングと、この顔の向きも最高ですね。ありがとうございます。マジで。うわ、めちゃくちゃふかふか。かわいすぎる。やばい。ちょっと待って。すぎません。やばい、これかわいすぎる、マジで。最近だとね、このアーネがかわいすぎてマジで好きなんですけど、ぬいぐるみでもうぶっちぎりでこれがね、一番大好きですね。これがマジンブー限定品ということで、ちょっとやばいと思います、マジで。待って、いろいろある。まだ気に入っていたので、よかったら飾ってほしい。ね、いいんですか、もらっちゃって。すいません、マジで。カリピさん、すいません、マジで。ちょっと懐かしいですよね、これ。かい、懐かしい。の粗品はこれだ。粗品程度です。あ、そしてこれが来年夏にでも、おお。いやー、えげつなさすぎる、マジで。じゃあ、まず懐かしいから開封させていただきます。あ、いきますね。オープン。通信中入ってるんですけど、以前ね、3000円福袋でドラゴンボール入ってたんですけど、それと一緒に飾りたいですね。うわー。えげつない。これやばい。マジでやばい。この外箱だけでも嬉しい。中入って、マジで。プレステ2専用ソフト、ドラゴンボール Z のゲームのよ、ちょっとやばいじゃないですか、これ。めちゃくちゃ価値ありそうですね、これ。やば。いいんですか、もらって。せっかくなんで、ちょっと開封したいと思います。予約特典の通信中。マジでやばい。ドラゴンボールだ。まず、おお、なんか光った。ちょっと待って。こうするとオレンジで、傾けると光るんですよね。うわ、えげつない。いきなりやばすぎる、マジで。じゃあ次、粗品程度です。行きましょう。お、ちょっと待って。なんか見えてると。ヒーローズのカードっぽい、これ。粗品程度ですね、これ。やっと待って、懐かしい、これ。ギャラクシー球団のトランクス未来。ギャラクシー球団、やば。どうしよう。ちょっとこのまま順番に行きましょうか。うわ、えぐい。行きます。トランクス未来のギャラクシー球団。ちょっと待ってね、何枚入れてくださってるんだろう。カリフさん、めちゃくちゃ入れてくださってますね。やば、2枚。お、マジで3枚。超嬉しいっす。いや、えげつないっす、マジで。で、これも、あ、ちょっと待って、違った。これもね、ジャークリュー2段のご飯 GT3 枚入れてくださってんのかなと思ったら、全然違った。やばいもん入ってました。うわ、おー、状態いいですね。やばい、これマジでテンション上がる。キャラクシー7段の悟空 GT の SR 備品。これやばすぎる。マジでありがとうございます。これ、ゴッドミッション3のこのゴテンクスも、めっちゃくちゃ好きな顧問になります。ありがとうございます。そして、こっからちょっと待ってね。なんかやばいの入ってる。めちゃくちゃ楽しい仕様になってます。これ、うお、出たカード出す。待って、なんだろう、これ。ちょっと最後にこれいきたいと思います。伝説のスーパーサイヤ人。うわー、ちょっとカリピスあれかな。僕のオタチュースさんの福袋の動画見てくださってるのかな。これ、やばー。ちょっと一緒に全部コレクションしていきたいと思います。おー、来た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 。超元気玉のね、悟空。待って、なんか入って、2枚入ってる、嘘でしょ。うおー、2枚ダブルで入れてくださってる。これね、ドラゴンボールカードゲームの、まあ一応カード出す、これバトルもできるというカードになってるという、まあめちゃくちゃ好きなシリーズで、もちろん持ってない、やば。プリズム系と SR 系、ヒーローズっていうところのね、SR 仕様の、こっちのね、プリズム系の、まあシークレットというんでしょうか、プリズム系のね、カード2枚入れてくださってるっていう、ちょっと神ですね、これ。やばい。おー、デンデの叫び、フリーザ最後の願い、はいはいはい。これもね、めっちゃ好きです。このフリーザがたまんなく好きですね。おー、ドラゴンボール見つけたと。これセットっていう感じですかね。多分そういうことを考えてカリピさん入れてくださってるんですかね。やばすぎる。これウーシンチューかな。はい、グイ。おー、リュウコ愛打つっていうね。これドラゴンボール選手シルエハース。全身全霊の一撃のね、シークレットみたいな感じですよね。うわ、ちょっと待って、マジでこんなの持ってない。フリーザフルパワー。ちょっと待って、これ裏と、やば。おー、かっこよすぎる。ピッコロー。残念だったな、人違いだ。めちゃくちゃかっこいいっすね。あー、ちょっと待って、これアイキャッチのヒーローズキャンペーン CP カードでもあったようなアイキャッチ。うおー、えぐい。おー、えぐい。もちろん持ってないっす。やばい。やば。大猿ベジータかっこよすぎる。悟空もめちゃくちゃかっこいい。元気玉が集まったカード。あー、
このね、大魔王ね、はいはい、これもね、前回のね、おたちさんのオリパでも出すことできました。マジでベジータの要求ってのもあるんだ。まあ、いかにもカードの魔法カード、アクション系のカードっていう感じですよね。なんかベジータの要求っていうタイトルがね、そんな感じがしますね。あ、マジかっこいい。フリーザとの死闘っていうね、まあ、悟空スーパーサイヤ人とフリーザ。最近ね、ドラゴンボールのこの再放送でもね、地上波でやってたと思うんですけども、まあ、フリーザとね、悟空。うわ、待って、最後センス良すぎる。セル、かっこいい。そしてね、もうずっとちょっと触れたかったんですけど、このクロスリーブのセンス、半端ないっすね。あ、待って、カード入ってる。え、なんだろう。いきます、3、2、1。うマジで。ハリーさん、いいんですか？ちょっと待って、これ、とんでもないんですけど、これ。いや、これ、ありえません。ありえなくないですか、これ。粗品程度ですね。備品の UR 入れてくださってるっていう、しかも、超、もう完全備品。BM4 段。あ、かっこいい。これ、もうちょっとね、コレクション第1軍のアタッシュケースの中に入れていきたいと思います。マジでありがとうございます、カリピさん。カリピさんからね、いただいたこの辺のね、下方級カードね、すべてこの中にちょっとしまって、カリピさん専用ケースみたいな感じにしていきたいと思うんですが、3、2、1、何が入っているのか、15歳以上、よかった、クリア。ちょ、マジで。デコメタフィルムとして貼れるんですかね、これ。半端ない、やばい。もう一個入ってるデコメタ。いや、もう、マジで。ちょっとごめんなさい。これは開封できない。熱すぎる、マジで。発売されたの多分、もうめちゃくちゃ前だと思います。え、待って、パンパンに入ってます。ちょっと待って、ローダーかな、これ。おー、なんかいっぱい入ってる。ありがとうございます。リキール来た。ちょっと待って、こんな奇跡あるのか。これ、リキール多分、持ってなかったと思います。マジで。赤い新キャンペーンって多分、ほぼ持ってたかと、まだね、コンプできてなくて、多分、ラストがリキールだったような感じをする。奇跡で、うわ、出た。BM5 弾の TCP。三連撃の、ね、TCP。BM 弾だったら一番好きぐらい。1、2、3位。今、ベスト3に間違いなく入ってくる。この超好きな CP をね、入れてくださってる。なんていうセンス、有名12弾のトランクスゼノ、ゴッドボールがね、ついてる。おぉ、待って、人造人間17号の。ありがとうございます。激アツな CP4 枚。おぉ、BM5 弾のセル入れてくれてる。あー、マジで可愛い。ジャックリーのビビディ。めっちゃ可愛いビビディ。ビビディとかすげえ好きなんですよね、キャラで。可愛くないですかね、ビビディ。気持ち悪いかな。めっちゃ可愛いんですけど、自分は。レモン。あー、そして最後が、裏面でも見えてたジャレンバー。続いて、吉野はこれと行きましょう。え、なんだろう、なんだろうな。いや、待って、一番くじ。行きますね。3、2、1、一番くじから。マジで。マジでこれ持ってないんですけど、この1章のガラスプレート一番くじ。ちょっとね、今度ね、こういった一番くじの商品いろいろ買ってきた。まあ、後ろに見えてるタオルとかもそうなんですけど、この動画をね、出してる前なのかちょっとわからないんですけど、この動画もね、出そうと思ってます。何が来ても超嬉しい。さあさあ、どれが来るのか、全6種。おお、ちょっと待って、めっちゃ、パンパンパン。これは熱すぎる。しかもガラスプレート。むちゃくちゃクオリティですね。ありがとうございます。初ガラスプレート。ありがとうございます。お酒は本当にそんな強くないんですけど、これは何杯でも行きたい。ちょっと待ってね、マジで。全然終わらないという、マジで最高の時間を。亀？甲羅？え、マジで何だろう？行きますね。3、2、1、ズズズズズ。これ撮ったら見えると思います。3、2、1、ズズズ。亀仙人の、あ、何これ、めっちゃくちゃ良くないっすか。取れるんだ。うお、マジでクラさんも取れる。ってこれめっちゃくちゃ高価なものっぽくないっすか。どの何の商品になるかっていうのが、すいません、そこでここで今伝えられないのがマジで失礼極まりないんですけど、やばすぎる。マジでやばすぎる。なんじゃこれ。もう、カーフォーブザカーフォーですね。いやー、半端じゃない。マジで半端じゃない。ちょっと最後、これが、来年の夏にでもってことは、まあ、すみません、これね、年末にカルキさんからいただいてたので、まあ、今年の2022年の夏にでもということで、なんだろう。で、これ、最後までやっ、うわ、マジでドラゴンボール、ポータブルパー。ありがとうございます。いやー、なんて素晴らしいものをくださるんだ。うわー。あ、めっちゃいい。あー、これ最高っすね。さあ、ということでね、カリピさん、今回マジでありがとうございました。本当にありがとうございました。カリピさんという方からね、本
当にね嬉しいカホーオブザカホーなね、ものをねいっぱいいただきました。そして繰り返しになっちゃうんですがプレゼントね、本当にねちょっとおこがましいし、まあ、自分で言うの気持ち悪いんですがたくさん届いてまして順次到着順にね開封させていただきます。本当にねありがとうございました。もうこれからのね動画でもたくさんこういったものをね紹介させていただきます。ということでね本当に今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまたね次回の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。